はい、ミンゴルファー雪村です、今日は4月の8日の日曜日ですね、今日はね、朝からタケノコ掘りにですね、仲間と行ってきました。いやね、本当に疲れましたね。まあでもね、やりがいがありました、まあ、もうこれで3年目になるのかな、今年でタケノコ掘りとかに行くの。まあ今旬の時期ですよね。で、まあね、去年はあまり取れなかったんですけど、今年はちょっと場所を変えて、なかなかですね、人も多かったんですけど、でかいタケノコたくさん取ることができましたね。また動画の方で合成でですね、今日の収穫量をですね、またお見せできればいいかなと思っております。はい、ということでですね、ランキングトーナメントちょっと見ていきたいなと思うんですけども、はい、現状977位ですね。今夜の8時頃ですのでね、まあ、このまま行けば1000以内に入れるのかな、残れるのかなっていうところですね。で、まあ、5アンダー結構取ってはいったんですけど、6アンダーに結局できたのは今週1回だけですね。まあ、特にこうチケットを買ってバリバリやっていくぞっていう感じではなくて、まあ、溜まったチケットを使って、まあ、トライしていったっていう感じですね。で、今もチケットがありませんので、まあ、今日はランキングトーナメントをやらずにですね、来週に備えようかなと思います。コインも3万コイン超えたっていうところですのでね。で、毎週ならね、日曜日にね、2回目の、フレンドさんのランキング状況っていうのを報告させてもらう予定でしたけども、まあよく考えたら、2回目のフレンドさんのランキング状況の報告はどちらかというと、もう結果を紹介した方がいいのかなということで、今回から、というかまあ来週の月曜日、明日ですか。明日からですね、今週のフレンドさんの結果という形で、フレンドさんの紹介をさせていただきたいなと思いますので、明日の、1回目の投稿でですね、今週の結果を紹介させていただこうと思いますので、お楽しみに。ということで、まだあと残り4時間ほどございますんで、6アンダーまでね、紹介したいなと思いますので、まだ6アンダーに手が届いてない方は、今のうちに。運営さんの方から、お知らせで数日前に入っていましたね。来週の明日から始まるトーナメントの告知ですけども、これですね、アゲインストトライアルということですね。重要なのがいくつかございますんで、順番に確認ですね。まず今回のランキングトーナメントはメダル報酬が2倍、メダル報酬が2倍って書いてて、あー、まあそんなもんかって思ってしまいますよね。もうついこの間までメダル報酬が5倍っていうのは2週連続ありましたもんね。もうなので、そのイメージがありますんで、メダル報酬が2倍って書いてあっても、ああ、まあ、そんなもんで、みたいな感じですよね。はい、でも、メダルが2倍になりますんでね、頑張っていきましょう。そして重要なのはこの開催期間ですよね。3日間限定ということです。4月の9日の月曜日から4月の11日の水曜日の3日間ということですね。はい、ということで3日間で、ランキングが確定、しかもメダル報酬2倍のランキングが確定ということなんで、すごい3日間になるのかなと。うん、この3日間で結果を出さなきゃいけないですからね。はい、ということで、アゲンストトライアルが明日から7時ですね、始まります。で、今回ちょっと大きく仕様が変わるということなので、ひょっとしたら7時スタートではなくなる可能性もなきにしもあらずということだけはちょっと思っておいていいかもしれませんね。まあ、何らかシステムトラブルで8時とか9時に伸びてしまうということもあるかもしれませんので、ご注意ください。まあどこのコースでやるかということですけども、まあ私の中では、ファラオじゃないかなと思いますね。ファラオのギアが今出てますよね、プライズの方で。はい、なんとなくですけどファラオのような気がするんですけど、まあそれはちょっと明日になってみればわかりますよね。最後にですね、今週ジャックポットでホーリーワンが出せました。あまりスコアが良くなかったツアーだったんで、動画としてアップはする予定ではなかったんですけども、ジャックポットとパンターノはホーリーワン出せるんじゃないかなっていうふうに、まあ最初に言っていた通りですね、パンターノで、最初に出せまして、その次に、ジャックポット、これ昨日ですね、ホーリーワン出せましたので、まあその動画をですね、最後にご覧いただきながら本日の動画、締めたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。雪村でした。